はい、皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。本日は特番をお送りさせていただきます。私は一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムの中村悟です。本日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、沖縄村議会議員中村信之です。よろしくお願いします。私は10月23日に那覇市長選挙と一緒に行われます那覇市議会議員の補欠選挙に立候補しました川満昌司と言います。よろしくお願いします。はい、本日よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて本日の特番なんですけども、モニターを映していただけますでしょうか。もうすぐなんですけども10月22日、天皇陛下御即位奉祝奉迎提灯パレードというのが行われます。10月22日の、まずは、17時から御即位奉祝の集い緑ヶ丘公園、国際通りの旧山形屋の裏川の、はい、公園ですね。こちらで、集いを行いまして、はい、今度またあの写真写ってますけども提灯を持ってですねパレードを19時から、緑ヶ丘公園から国際通りを歩いて、県庁前までみんなで一緒に、はい、天皇陛下万歳と言って歩きます。はい、じゃあちょっと画面戻して、消して、ね、で提灯奉迎パレードっていうのが、ちょっと私2回ほど参加したことがあって、うん、ちょっと1回目があの10年前沖縄県祖国復帰40周年の時に今の上皇陛下上皇皇后陛下がいらっしゃって、あと18年で4年前ですかね、天皇皇后両陛下が与那国島にご訪問されたのご記憶ございますかね。あれとあと空手会館も確かあの時にご訪問されたと思うんですけど、うん、あの時にも同じような感じで提灯奉迎をいたしました。で今回はですね、今の金城陛下なられて最初で雅子妃とご一緒にいらっしゃるというので、うん、これまた歴史的な行幸慶、まあ、行幸慶って言うんですけども、沖縄にお越しになられるんですけれども、これがですね、どれだけ盛大に祝えるかというのが非常に準備期間が今回ものすごく短くてですね、これが公式に発表になったのが、実は安倍総理の国葬が終わってで翌日に発表になったんですよ。9月28日ですか。じゃあ、はいはいはい、だから準備期間はあまりにも短くて、うん、でおそらく国葬が終わるまでは発表しにくいから、まあ、本当はもう何ヶ月も前に決まってるんですけどなかなかできなかったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、提灯奉迎参加されたことある方、はいはい、ありますよ。あります。いつ参加されました。はいはい、私はこの国際通りからパレードしてあの大野山のところで、はい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 、あの時には行ったんです。他にも私こうみんな天皇陛下万歳ありながら提灯振った時ですね。これ写真がありますのでこちらどんなものだったかっていうのはちょっと写真、はい、昔のこれ10年前の写真なんですけども、これが緑ヶ丘公園ですよね。はい、これだけみんな集まってですね、これはまあ、車乗ってる方も振ってるって話なんです。これ国際通りを、はい、みんなで歩いているところなんですけれども、これも緑ヶ丘公園のこれ受付ですね、うん、受付で広まると、うん、広まる配ってあと提灯も受付 で、うん、でこれは本当のろうそくなんですよ。うん、今は危ないからもしかしたら LED になるのかな、安くなったと、はい、思うんですけど、こういう、まあ、若い子どもたちも喜んで振って、これを見ると東京にいると新聞テレビで見る沖縄と全く逆だなっていうね、そうですね、いうふうに思うわけなんですよ。こういう、みんな日の丸、またみんな笑顔がいいんですよね、はい、日の丸持ってね、これがかわいい、もうちっちゃいうちからね日の丸を、ね、やっぱ振って馴染んでいただくっていうのは、こういうの老夫婦ももう幸せそうな感じでいいなって本当思うんですよね。で祝天皇皇后陛下、これは50周年って入ってなければそのまま昔と使えるのかなとかね、うん、いいですよね。ぜひ今度みんなで先頭でこれ持つと、はい、記録に残りますんでですね、これ万歳の練習してるところですね。
ちょうど時間的に万歳の練習すると少し薄暗くなって、うん、歩き始めるとだんだん提灯が目立つようになってくっていう時間帯なんですよね、うん、こんな感じで。あの中村さんいいですか。はいはい、僕今回初めてなので、はいはい、実はその日宜野湾村の村祭りが3年ぶりに開催されるんですけども、そう、参加しないといけないですね。だけど僕はここ行きたいなと思ってます。あ、はい、あの宜野湾村の祭りは何時に終わるんですか。まあ、もう9時に終わるんですけど、夜、まあ、花火とも上がったりするんですけど、いや、あの約4年ぶりじゃないですか。僕また初めて参加するので、はこの輪の中に入りたいなという気持ちが今強くてですね、はい、同じですね。僕も今回、23日選挙ということで、22日は皆さん打ち上げをされている時間だとは思うんですけども、ちょうどあれですよね、はい、最後の、はい、そうなんです、そうです、最後の打ち上げ式ですね、はい、最後の演説ですね、はい、8時ですかね、そうですね、はい、中間さん、宜野湾村の祭りは 3年ぶりですね。3年ぶりですね、はい、多分選挙は4年に1回あるんですよ、うんうん、ただ天皇陛下がお見えになるのはですね、4年に1回よりもっともっと時間かかりますので、はいはい、やっぱし、うん、あのプライオリティ優先順位っていうのはですね、天皇陛下のところを優先していくと、打ち上げはもうちょっと早めに終わってですね、ね、もう本当1分1秒でも、はい、1分1秒でも票を増やしたいという気持ちもありますけどね、はい、これ終わって、はい、天皇陛下万歳と終わったら、はい、今度は、はい、事務所行って開票を待つような感じになりますね、はい、まあ、はい、後援会の方もご理解ください。あの、はい、みんなで後援会も皆さん揃って天皇陛下のね、行きたいなと思っております、はい、あの4年前に今度はまた画期的なのがあってですね、自衛隊の音楽隊が国際通りを先頭を歩いたんですよ。でこれまた画期的なんですよね、うんうん、で自衛隊が国際通りを歩くっていうのは過去は何回かトライしたことがあるらしいんですよ。そしたら石投げられるんですね。でなかなか成功しなくって、うん、だけども、4年前はもう陸海空 3自衛隊の合同音楽隊が先頭を歩いても何の問題もなくって、県庁前の広場でも、うん、パレードを送り出すような、のずっとやってですね、それで、まあ、少しずつ少しずつですね、もう天皇陛下をお祝いをするっていうのと、まあ、それに自衛隊も一緒に参加するっていうのが、うん、もう沖縄県としてはかなりもう浸透してきたんで、もう50年前と比べるともう雲泥の差だなっていうのをちょっと思って、ね、中村さんね、5月14日に祖国復帰50周年、はいはいはい、祝賀前夜、前日祭、前日祭ですね、僕も参加しましたけど、あの時も自衛隊のね、自衛隊の音楽隊とあったじゃないですか、演奏が、素晴らしいじゃないですか、このところが、ね、22日にあるわけでしょ、そうそうそう、もう楽しみじゃないですか。まあ、多分、パレードをして県庁前で解散なんですけども、おそらくこれから細かい打ち合わせだと思うんですけど、県庁前でもどん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 到着するじゃないですか、うん、そこでも多分演奏するような感じになるんじゃないかなって。じゃあ先頭で行ってそちらで止まって、みんな車を迎えるんですね、まあ、お迎えの音楽演奏とかやっていただけると、それかもしくは今度逆で緑ヶ丘の方で送り出しの演奏、あ、でも歩くからね、歩くから先頭で歩くんじゃないですか。歩くんだったら先頭ですからね、一番後ろっていうのはちょっとね、格好つかないですからね、それはやっぱ県庁の方かな、はい、ちなみに中村さん、あれ4年前と10年前って言ってましたけど、はい、どれぐらい集まってました。まあ、最初5000人だったけど、4年前は7000人ぐらいですかね。提灯立たなくなってもはっきり分からないですよ、正確な数は誰にも、うん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 、どんな感じになるかというと、もう先頭は大野山についてるけれども、まだ緑ヶ丘公園では行列で出発待ってるっていうね、そういう状態ですよ。皆さんが日の丸持ってやると、うん、あ、いいね、うん、でもやっぱり自衛隊の音楽隊が先頭ですね。そうです、そうです、多分僕実は言うと中学校は吹奏楽部だったので、うん、国際通りを演奏しながら歩いたことがあるのは僕だけですね。何度かありますね。あの近くだったので、那覇高校だったので、何かの行事の時によく演奏して歩きました。これ10年前の、はい、パレードを撮った動画があるんですけれども、ちょっと音出ないんで、まあ、映像だけも早送りで言っちゃいますけど、
やっぱり、まあ、ちょうど県庁前ですね、県庁前をずっと行って、で一番の最後が、この時これ豊見城か糸満の漁船ですけども、はい、もう船でもうお祝いなんですね、はあ、広丸たくさん広丸だらけですね、広丸たくさん掲げてですね、これ、まあ、子供たちとか、で、まあ、国際通り歩いて、でここから大野山ですけど、旗なんて言いましたっけ、旗頭とか、あと、樹流馬とかですね、はいはい、沖縄 の、はい、伝統芸能、伝統芸能も全部奉納しながら、こうやってハーリーもですね、はい、これちょうど陛下がパシフィック、あ、パシフィックじゃなくて、あのハーバービューホテルに泊まってるんで、その前でもう行ったり来たりしながらですね、あ、はい、お祝いを、もう大歓迎をするんですね。でこれ、大野山公園のもうちょうどほとりの川沿いで、川の向こう側に両陛下がお泊まりになってるんですけど、そこでみんな、みんな歩いてきたら全部川沿いになって、ずっと川向かいを見ながらですね、こう待ってるんですけど、ここで最後に天皇陛下がですね、お出ましになられたんですよ、この時は。これ今光ってますけど、この左側に提灯2つあるじゃないですか、明かりが、あれが天皇皇后両陛下なんですよ。肉眼ではね、分かんない、肉眼では分かんないんですけど、これがですね、こう横に振るのと縦に振るので、天皇陛下おめでとうございますっていうのが横に振って、で天皇陛下万歳っていう時は縦に振るっていうね、こういうなんかいわゆるサイン で、でこっちが横に振ると天皇陛下も提灯をですね横に振るし、こっちが万歳ってやると、あの天皇皇后両陛下の提灯も縦にねこう振って、あのもう県民と ね、 県民とねもうコミュニケーションで、これがもう心がね一つになる、もう歴史的な瞬間 で、 でこれが終わったら今度はあそこで全員でみんな君が代を歌ったんですよ。あ、ね、これが動いてくれるのがなんか、はい、嬉しいですね、いただいてるっていう感じですね、はい、これほら今お最後にお手振りになられてるところとかですね、はいはい、ただこれが今回は宜野湾の方にお泊まりになられるのと、おそらく安倍総理の事件もあったので、もう ちょっと近くではやりづらいですけれども、まあ、気持ちには距離はもう関係ありませんので、安全にセキュリティにご迷惑かけないような方法で、そうですね、パレードとお祝いと、もう、もう沖縄に初めて天皇皇后両陛下になって初めてお越しになられるので、ぜひもう目いっぱいお祭りをお出迎えをしてですね、したいと思って、おります。でもう一回スライドを映していただけますでしょうか。でこれ注意事項ですね、まあ、どなたでも参加できますけど、天皇いらないって人たちは参加できませんから。そうですよ、遠慮してください、ね、来るんですよ、反転連の人たちがわざわざ海渡ってですね、来たりして、なんか天皇いらないっていうか、ああいう人たち以外でもう天皇陛下お好きな方はどなたでも参加できます。で参加費は、無料です。で参加された方には日の丸との小旗と提灯を無料で配布しますので、費用はかかりませんので、ご安心ください。ただし、提灯はですね先着順で、まあ、どれぐらい参加するかっていうのはこれもなかなか運営する側としてはもう数を読むの難しいんですけれども、はい、まあ、余分に用意をするつもりでするんですが、先着順ですので、もしかしたら足らなくなるかもしれないので、その時は提灯なしで日の丸で万歳をしてくださいと、日の丸以外の旗類の持ち込みはご遠慮お願いをいたしますと、まあ、大体掲げるものは全部運営側の方で準備しますので、はい、まあ、基本的に歩ける格好で、はい、できるだけ身軽で、身軽で、お越しください、まあ、他のものはで、なんか質問等ございましたら電話番号098-860-6286、まあ、沖縄神社町ですけど場所が波の上ですね、もう早く返事が聞きたいっていう知りたいという方は携帯電話の 090-6711-5411 にお電話いただければ上野さんという方が対応いたしますので
しくお願いします。でこのチラシをですね、まだほとんどまだネット上にまだ、うん、今日私入手したばっかりで広がってないと、はい、あと1週間前にようやくチラシできたっていうですね、うん、中村さんフェイスブック上げてください。シェアしますから。あ、はいはいはい、はい、これからちょっと急いで拡散いたしますので、これどうしましょうかね、この動画の作家の方にもこのイベントのリンクちょっとそうですね、お願いをしたいと思いますので、はい、この動画見た方はもう一緒に日の丸振ってですね、うん、ぜひこの感動を共有したいなと思います。で願わくばですね、まあ、沖縄県外以外の方もご覧になっていると思うんですけれども、余力のある方はぜひこれをきっかけに飛行機の切符取ってですね、沖縄に来て一緒に、あ、そうですね、ちょっと新聞テレビでは絶対味わえない沖縄をですね、うん、一緒に、いや多分県外西は扱わないと思いますから、県外西はね絶対放送しないですから、うん、これ参加するとですね、やっぱ気持ちが一体になるんでですね、うん、ものすごく重要なイベントだと思うんですよ。さっきのね、10年前のパレードの写真見ても、ちっちゃいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんな笑顔じゃないですか、うん、ある意味だけどさっきなんか編集時からね、あ、早く参加したいなと思うくらい、はい、もうね、もう沖縄県民、多分私も埼玉住んでたんですけど、うん、やっぱ川越いらっしゃった時あるんですね、でこんな大きなパレードやっぱないですよ、うん、いや本当に ないですよ。みんなで一つになって日の丸と提灯持ってお迎えしたいですね、はい、その通りですね。で天皇陛下が今のご即位して宿泊指定の行幸券は今回初めてなんだって。それが沖縄初めて、だからそれだけ沖縄に対してのもう思いが、やっぱコロナでいろいろあるから、やっぱ宿泊したりとか何とかっていうのは難しい状況ですけれども、もう真っ先の沖縄ですので、うん、もう感謝しながらですね、やっぱお迎えしたいと思いますので、はい、ボランティア等も多分たくさん必要だと思いますので、うん、実行委員会のところにボランティア参加したいという方もしいらっしゃいましたら、ちょっと打ち合わせもしてないんですけど電話していいんじゃないかなと思います、うん、はい、ぜひ、10月22日、選挙の1日、那覇市長選挙の選挙、あと川光さんの選挙の1日前でありますけれども、はいはい、この日は緑ヶ丘に集まってください。17時ですね、もう一回確認いたします。17時会場、17時半開会、ご即位奉祝の集い緑ヶ丘公園、で開催をいたします。一番最寄りの駅は三重橋駅、国際通りでいうと旧山形屋、琉球銀行とジャルシティホテルの裏側ですかね、緑ヶ丘公園ですので、ご参照のほどお願いいたします。もうとにかくみんなで盛大にお祝いいたしましょう。本日はどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。